女優の加奈亜希子さん。匂い立つような色化で世の男性たちを虜にしてきましたが、最近は全くお姿をお見かけしなくなりました。現在どうされているのか気になったので調べてみることに。加奈亜希子さん、本名は関田優子さんとおっしゃり、1956年生まれの64歳、東京都八王子のご出身で、東京都立日野高等学校を卒業。加奈亜希子さんの芸能界入りのきっかけは、加奈亜希子さんは短大在学中に、テレビ局主催スイコ伝ミスコンで、入選したことで芸能界入りしました。1974年の映画ダンルの旗でデビューしました。当時の芸名は大関優子だったそうですが、1980年映画ザ・ウーマンより芸名を加奈亜希子と名乗るようになります。加奈亜希子さんはデビュー時からその妖艶な色気と脱ぎっぷりの良さで世の男性ファンのハートをわしづかみに、たくさんの出演作品の中でも1981年映画「魔界転生」で演じた細川ガラシャ役の鬼気迫る怪しくも美しいその姿は、主役の天草四郎の沢田研二さんをも超えたのではと言われるほどで、加奈さんの代表作ともなりました。ドラマでは時代劇ドラマの1983年「長七郎江戸日記」や、同年「主婦」を中心に大ヒットした金曜日の妻たちへでは、真骨頂の怪しい色気を放ちました。それともう一つの顔として、加奈亜希子さんは、火曜サスペンス劇場をはじめ、2時間ドラマの常連として、いくつものドラマで活躍しました。美しさと妖艶な色気を武器に、活躍してきた加奈亜希子さん。今現在、結婚しているのでしょうか。そして、お子さんはいらっしゃるのでしょうか。1990年2月、33歳の時に人気放送作家の源隆さんと結婚。源隆さんは放送作家として80年代に数多くヒット作があり、カックラキン大放送、スター誕生、噂のチャンネルや笑ってる場合ですよも手がけています。しかし当時源隆さんは再退社だったため、離婚を待ってやっと入籍したのです。不倫の末の略奪婚でしたが、ようやく幸せが訪れたと思った矢先、とんでもない事件が2人を襲います。何だったのかというと、それは借金。夫の会社が4億円の借金を抱えたのです。どうしてそうなったのでしょう。入籍の約半年後に番組制作のための2200万円の手形が不渡りとなってしまい、その結果映画への2700万円が回収不能となってたことで、4900万円の損害が発生したのです。当初銀行から借りる予定の5000万円が、折しもバブル崩壊による総量規制の煽りを受けて融資が延期されてしまって、仕方なく知人の援助を受けたところ、なんとその利子が1ヶ月に1割という高利、借金はあっという間に4億円相当にまで膨れ上がったのです。しかも泣きっ面に蜂とはこのことで、同時期に加奈亜希子さんもトラブルが元で所属事務所を契約解除になってしまいます。こんな状況ですから、そんな大金を返済できるはずないから自己破産するのかと思ったら、まさかの返済の道を選んだのだとか。加奈さん夫婦はそのため生活を切り詰め返済に奔走するものの、ガスや電気が止められることもあったとか。加奈亜希子さん、少しでもその足しになればと、1994年にはヘアヌード写真集の幻想を出版。そこまでして苦しんでいる加奈亜希子さんを見て、周囲からは離婚を勧める声も少なくなかったと言います。しかし加奈亜希子さんはこれは事故だと思っているんです。夫が事故に巻き込まれたからといってそこから逃げ出すくらいなら
初めから結婚なんてしなければいい。と、その胸中を吐露したのだとか、見栄もあったかもしれませんが、なかなか言えない言葉だと思います。そして、なんと10年かけて、2人は4億円を完済したそうです。子供さんはいなかったのでしょうか。結論から言えば子供はいません。結婚約半年後から多額の借金を抱え、その返済中心の生活だったことを考えると、無理もないことでしょう。その後は都会の殺伐とした生活に疲れ果てて、熱海へ移住しています。やっと安住の地を見つけた矢先、再び金明子さんを不運が襲います。借金返済のために馬車馬のように働いてきた金明子さん、その無理がたたったのでしょう。立て続けに病に襲われるのです。2000年の半ばからある病気にかかり、4年間もの闘病生活を余儀なくされます。その病名とはネフローゼ。尿にタンパクが多量に出てしまうため、血液中のタンパクが減ってしまう病気なのだとか。そのため、むくみや腎臓機能の低下などが起こってしまうのだそうです。そのため、女優の仕事も激減したのだとか。やっとのことで完治し、2009年に女優復帰を果たした金明子さんですが、3年後の2013年に、またしても、病魔が彼女を襲ったのです。その病名とは、くも膜下出血。しかも、状態は最悪の重度後という。これは何を意味しているのかというと、脳死もしくは植物状態を意味していたのです。助かっても人間としての機能は、ほとんど戻らないとの宣告を受けたのです。しかし、夫は回復の可能性を信じ、懸命に看病を続けたといいます。その甲斐あって、金明子さんに話しかけると、少しずつ反応を示すようになり、2014年には手足をわずかに動かしたり、瞬きで意思の疎通ができるようになったそうです。ですが、そこから歩けるまでに回復するのは、わずか 4% なんだとか。なんとかその 4% に入れてやりたい。そう思う夫の源さんですが、高額な入院費用を捻出するため、週4回だけは顔を出しているのだとか。仕事だけでなく住まいも今は市営団地。病院までの往復2時間。自ら運転するのは軽自動車。結婚以来、自分の借金のために、嫌な仕事や過度の仕事も厭わなかった。妻に対して心から詫びているのだとか。これまでテレビでも何度か、その困窮した状況を放送され、善意の寄付もあったとはいえ、すでに7年という歳月が過ぎ、源隆さんも現在72歳ですから、体力的にも厳しいはずです。幾多の困難を乗り越えてきた金明子さん。今の状態でも奇跡的と言えますが、いつかガラシャのごとく、蘇ってほしいと願っています。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？金明子さん、とても情の深い女性だったんですね。それにしても、借金や病など、これでもかという苦難に見舞われ続けても、人のせいにせず、精一杯生きようとするその姿に、凄まじい生き様だな、と、思ってしまいました。どうかご回復が順調でありますように。それではまた次回お会いしましょう。